はい、皆さんこんばんは。はい、今週もやってまいりました。キコのチャンネル土曜スイタ VS 神津島 HG 対決、薄いところはやめておけ。はい、ということで、今週も薄いところが大嫌いな、キコナスイタ店もじゃ木本店長と、はい、キコナ神津島店ふさ斉藤店長のお二人がバチバチにね、はい、バチバチにあれをあれしていただくという番組になっておりますので、はい、大丈夫ですか。はい、はい、よろしくお願いいたしますね。お願いします。はい、ということでね、あ、早速ねたくさんコメントいただいてありがとうございます。はい、はい、このコーナー好きです、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。見せなくていいから、はい、何アピールなんだ。はい、今週はですね、まあ、この放送土曜日はですね、吹田店、キコーナ吹田店とキコーナ神津島店を週替わりで移動していく放送なんですけども、先週ね吹田店で行ったんですけども、今週はキコーナ神津島店の方から、放送していくという形になっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、対決 HG 対決ということでね、はい、ハイグレードな対決を大丈夫ですか店長、あ、ふさ店長大丈夫ですか、はい、行っていくというね形になってるんですけども、対決機種はですね、毎回そのホームグラウンドの店長が決めるというルールになってますけども、神津島ふさ斉藤店長、はい、今週は何の機種でハイグレードな対決をすることになってるんでしょうか。はい、本日は吉宗となっております。ちょっと伺いました。はい、吉宗ということでね、吉宗、はい、はい、吉宗で対決していきたいと思います。はい、じゃあね、吉宗で対決なんですけど、最初にちょっとね、ルールの説明じゃあさせていただきたいと思います。はい、はい、ルール説明、ボーナス AT、ART 当選1回につき100ポイントゲットという形になります。はいはい、で当然ですけども、獲得ポイントの多い方が勝利という形ですね。はい、はい、で罰ゲーム、勝てば次回、相手の頭髪を自由にできるというね、はい、頭髪蹂躙を発動することができるというね罰ゲームになっております。はい、はい、あとですね、ポイント減額&即罰ゲームの薄いところというのが設定されてますんで、即罰ゲームでしたっけ。はい、即罰ゲーム、若干ルール変更させていただきました。しし、はい、ポイント減額&即罰ゲームというね、危険な薄いところがね、いわゆる確率がかなり薄い、レア演出等を引いてしまうと即罰ゲームというになりますんでね、気をつけていただきたいと思います。はい、はいはい、で1ヶ月間大差をつけて勝ったチームには頭髪が喜ぶご褒美を用意させていただいております。はい、逆にですね、逆に大差をつけられたチームには毛根絶滅の危険性をはらむ罰ゲームを用意されてますんでね。はい、じゃあちょっと見ていただけますか。ちょっと一つだけ申し上げますと、何ですか、罰ゲーム気づくなってませんか。え、何がですか。あ、すいません、これね、まあ、ここだけの話、全く打ち合わせせずに俺が勝手にルール変更しました。お疲れ様です。はい、ということでね、じゃあどうしますか、本日の薄いところからまず見ていきますか。はい、はい、じゃあね、本日吉宗ということで薄いところこんな感じになっております。いや、薄くないんですけどね、まあいいか。激アツステージ高狩り、いや、はい、激アツステージ高狩りを出してしまうと即罰ゲーム、マイナス1000ポイントと即罰ゲーム。いや、それはかなり、はい、いや、まあでもあれね、まあ高確率3つ重なれば高上がりですから、なかなか3つ重ならないですからね。いや、はい、重なりますよ。はい、出さないようにね、頑張っていただきたいと思います。だからあと各種上乗せ特化、極め満了ランブ、将軍ラッシュ、あと G スプラッシュ、姫札チャンスとかね、はい、上乗せ特化ゾーン、用意されてるんですけども、まあ、この辺ね、ちょっと薄いんで、薄いとこ大嫌いな2人はね、ぜひ出さないでいただきたいと思います。上乗せ特化ゾーン、どれでもあかんですか。そうです、全部ダメです。はい、まあ、なかなか出ないんでね、薄いんで大丈夫だと思いますけどね、はい、ちょっと激しすぎません、はい、いやいや大丈夫大丈夫です、はい、あとダイトキャラの出現って言って、ね、これもプレミアなんですけど、ダイトの、ミサオとか、あと政宗とか、なんか隠れキャラがいっぱい出てるらしいんですけど、まあ、これ出しちゃうともう即罰ゲームということでね。はい、まあ、あとロングフリーズ、はい、ロングフリーズね、まあ、この辺はね相当薄いんで、まあまあ、本当にね、激薄だと思うんですけども、まあ、薄いの大嫌いなんでね、大丈夫だと思いますのでね、はい、ぜひね、この辺を回避しながら、ポイントを重ねて勝利を目指していただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、なお、もうね、罰ゲームだけじゃありませんよ、月間賞あります。はい、1ヶ月間3000ポイント以上の差をつけて勝った店長には高級育毛剤プレゼント、はいはい、5000ポイント以上の差をつけて勝った店長には2000本植毛券、はい、プレゼント、はい、なんと1万ポイント以上の差をつけて勝った店長には高級ヘッドスパ付き豪華海外旅行をプレゼントするという、はい、素晴らしい企画になってますんで、ぜひね1万ポイント以上、差をつけて勝っていただきたいなというふうに思いますんでね。ありがとうございます。今ちなみにポイント何ポイント何ポイントになってますか。
前回ね、前回このような感じで、もじゃ木本店長が1000ポイント、ふさ斉藤店長が1100ポイントということで、100ポイント差でふさ斉藤店長が勝利となってますんでね、はいはい、ぜひ1ヶ月、あとまあ2回かな、今日入れて3回ぐらいね、放送あると思うんですけども、あと2回です、あと2回か、はい、あ、じゃあね、その間に1万ポイントぐらい目指していただきたいなと思います。はいはい、で、もう一つ、裏月刊賞、用意させていただきました。逆に3000ポイント以上の差をつけられてしまった店長には、頭皮ムレムレサランラップで1日勤務券を差し上げたいと思います。5000ポイント以上の差をつけられてしまった店長には、皆さんご存知ですか、ブレイクダンスヘッドスピンという技ありますね、わかりますか、逆立ちして頭をこう擦りつけてくるくる回る技です、あれに挑戦する権利かっこヘルメットなしを、挑戦権を申請したいと思います。イエーイ、はい、1万ポイント以上の差をつけられてしまった店長にはなんと超高級エステ無駄毛にさようならコースレーザー脱毛をプレゼントしたいと思いますが、どこを脱毛するかは決めることができません。こちらの方で決めさせていただきたいと思いますので、ね、無駄毛にさようならしていただくという、ね、企画になっておりますので、ぜひ、ね、1万ポイントいかないように気をつけていただきたいなというふうに思いますので、ね、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあどうしますか、前回の罰ゲームからいきますか、まず。はい、そうですね、はい、前回ね、見事、シティハンター、寝台シティハンターでさあ斉藤店長が1000ポイント、あ、100ポイント差というね、僅差で勝利ということで、はい、はい、本日前回の罰ゲームからまず執行したいと思います。はい、はい、じゃあどうしますか、ふさ斉藤店長が、こちらにありますね、頭皮蹂躙グッズを使ってですね、もじゃ木本店長の頭皮を好きなようにできるという罰ゲームなんですけども、はい、じゃあどうしますかね、早く早くって言われてますね、じゃあ行きますか、どんどんね、はい、じゃあ優しくねって言われてますんで、はい、なんか、あ、いいですね、やっぱそういう薬品系でちょっとこうエッジを効かすような感じがいいんじゃないですか、まずは。そうですかね、はい、ちょっとガムテープとか、はい、大丈夫です、はい、大丈夫です、あ、大丈夫ですか、ガムテープガムテープは結構あれですけどね、はい、厳しいですけどね、はい、ただいま罰ゲーム頭皮蹂躙実行しておりますね、しばらくお待ちくださいね、はい、はい、ちっちゃく映ってますんでね、はい、ああいいですね、はい、はい、出てこない出てこない開いてないしみたいな、開いてない、あ、ちょっと開けていただいてね、はい斉藤店長5000差よろって言われてますね、あ、ちょっとね、今の間にじゃあちょっとコメントねたくさんいただいてますので読んでいきますかね、もしありがとうございます、毎回ねたくさんコメントいただいて、はい、音を聞こえましたということでね、大丈夫です、このコーナー好きです、ありがとうございます、ありがとうございます、薄いところが大嫌い笑って笑われてますけどねそこまで薄くないと思いますって言われますよ、あ、私ですか、はい、こっちですか、あ、まあどうなんですかね、まあ両方実際に見るとなかなか薄いということでね、はい、映像を見るとなかなか伝わりにくいかもしれないですけどね、はい、感じです。ももちゃんは、あ、ももちゃんね、後ほどちょっとね交代して出ていただく、あ、あ、やってますね、あ、スプレー、スプレーで、あーあーあー、痛い、やってますね、やばいですね、毛根が痛い。悲鳴上げてますけど大丈夫ですか、あ、来てますね、これ来てますよ、これ薄いとこなかなか行かないでしょうって言われてますけどね、次回なんですかっていうこと、そうなんで一応ね、次回罰ゲームして、まあ、そのままね放送対決していただくという企画になってますんでね、前回放送でももちゃん次回とか言ってたよなってこと、はい、本日ね ももちゃんことねももらさんも出ていただきますんでね、よろしくお願いします、毛根絶滅笑ってやります、この企画は本当に面白くて好きですって言われてね、確かに厳しくなりましたね、即罰ゲーム笑、今週は先週と違って映像が滑らかに見えますね、あ、そうですかね、はい、前回の罰ゲームからじゃないのということでね、今ね、はい、もじゃ木本店長が あーとか言ってますけどね大丈夫ですか、頭皮が相当刺激されてますけど大丈夫ですかね、いや、やばいですね、はい、前回の罰ゲームしてくださいってことで今しております、斉藤店長頑張って、いい感じですよこれ、言われてますね、はい、レーザー脱毛って頭皮にできるんでしょうかってことで、ね、いや、わかんないですけどね、まあ、お願いしたらできるんじゃないですかということでね、はい、斉藤店長5000歳よろーということでですね、運営の松浦さんトークがお上ですね、ありがとうございます、はい、生ぬるいのはあかん、斉藤店長期待してるよ、あ、任せてください、もう薄い方に希望を与える企画だと思いまして希望を与える、本当大丈夫ですか、薄いのこの企画ってキコーナーが自社で考えるんですか、すごい面白いですねということでね、はい、そうなっておりますね、ああ、いいですね、あ、どうです か、 ですか、この光具合いいですか、はい、はい、じゃあオープンしたいと思いますね、はい、本日の頭皮蹂躙こんな感じになっております、じゃじゃん、大丈夫ですか、ちょっとアピールしてもらわんと、ありえない角度に後ろを向きになってますけどね、髪の毛がね、あー、やばいですね、反り込みがやばい感じになってますねなんかリボンかなんかつけといてあげたいんじゃないですか、せっかくなんで、はい、せっかくありますんで、はい、隠してください、ウルトラマンって言われてますけどね、本当にね、あー、いい感じの
ウェットヘアになってますね今日ね、はい、顔のアピールがよくわかんないですけどね、はい、ああということで、はい、なんか何つけますか、どれいきますか、あそれいいんじゃないですかね、カチューシャね、はい、カチューシャでね根元をこうグイッとね、はい、圧迫してあげる感じで、はい、いけますか、大丈夫ですか、あれ折れちゃいました、はい、これあ折れちゃいました、あやっちゃいました、大丈夫ですか、ちょっとね頭皮ジューリングッズたくさんねありますんでね、ちょっと、はい、今回負けたらですね、はい、何ですか、真剣にこの仕事やめな、なんでですか何言ってるんですか、大丈夫ですよ本当に、いけますか、もじゃ店長ちょっと手こずってます、あーいいですね来ましたね、はい、あーそれをねこう毛根を刺激してあげる感じで、はい、はい、あーいいですね、あーいいですね、あー実に一気にこうプリティな感じになりましたね本当にね、はい、木本店長来ちゃってますねって言われてますけどね、あー毛根がって言われてますけど、あーいいですね、ちょっとこっち見せていただいて、あーいいですね、かわいいですね、かわいいかわいい、あーかわいいですね、はい感じで、あーいやーいい感じに気持ち悪いんでねいいと思いますはい、ということでね前回の罰ゲームこんな感じになっております、今週も当たり前ですけど負けてしまうと次回オープニングでね罰ゲームして、今日2時間このままね毛根を刺激され続けるという形になりますんで、今日頑張ってくださいね、はいはい、じゃあそんな感じで、じゃあよ木本店長のスマイルが素敵って言われますけどね、はい、じゃあどうしますか、偽物、偽物、はい、早速打っていただく感じでよろしいですか、そうですね、はい、はい、じゃあ頑張って、今日はあスタッフさん紹介しますか、ちょっとそうですね、あ、はい、はい、一応ね、まあ、店長の代わりにスタッフさんが打っていただくという形でも OK というルールなんですけども、どうしますか、今日は途中で交代とかでも大丈夫ですけど、そうしましょうか、あそうしますか、ね、じゃあ最初にちょっとじゃあ店長同士で打っていただいて、途中でちょっとスタッフさんに交代していただくという形でよろしいですかね、はい、はい、じゃあまずじゃあお席の方にじゃあお願いいたします、はい、はい、ちょっとメダルの準備ができてないよ、ててはい、こんな感じでねちょっとね生放送でねバタバタしており申し訳ございません、可動位置ですか、キラメダルメダルって言われてますけどね、角いていいですか、角、ああいいっすよ、大丈夫ですか、もうじゃあ木本店長が角、さあ斉藤店長が角2ということでね、ああ地球をメダル箱にするのやめてくださいね本当に、大丈夫ですか、よし、はい、よろしいですか、よろしいです、はい、はい、ではあじゃあまずこちらのカメラに向かってねいつものようにトゲ攻撃やめてくださいね、はい、気合を入れていただくということでよろしいでしょうかね、はい、はい、それではキコナチャンネル同様、スイタ VS 神津島 HG 対決、薄いところはやめとけ、本日はキコナ神津島店より、大と人気機種吉宗でハイグレードな対決をしていただきたいと思います、それではシダ対決スタート、はい、ということでね始まりました、あ、何早速メダルの奪い合いしてるんですか、はい、ということでね始まりました、本日は大東吉宗で、シダ対決という形になっております、お、こっちですね、はい、これアウトなんか高狩りと何でしたっけ、高狩りと各種、上乗せとかと、大東キャラとロングフリーズですんでね、薄いところはねうまく回避していただくということでお願いいたしますね、あれですね、なんか回せば回すほどドツボにはまりそうな、はい、いやいやいや、まあでもどうですか、実際吉宗打たれた回数としてはどれくらいですか、お二人は、あ僕1回ですね、あもじゃ木本店長は1回、もじゃ私です、はい、はい、はい、もじゃ木本店長は何回、2回、はい、吉宗2回、あ、ふささ伊藤店長が1回、はい、あ、その時高狩りとか、いや、3回くらい行ったんですよ、ね、え、マジですか、そんなに行きました、はいはい、高狩り、高狩り私も、はいはい、行きました、はいはい、あ、じゃあ今日はね、うまくかわしていただくということで、はい、いや、俺個人的には結構高狩り入りにくいなっていうイメージだったんですけど、どうですかね、入っちゃいますか、まあ、入ったら入ったでね、番組的にはありなんで、はい、あ、テロップ逆ですね、すいません、失礼いたしました、はい、はい、こんな感じですね、あちょっとね画面が明るすぎますかね、ちょっと変えますか、ちょっとこちらを見といていただきまして、
吉宗ね結構まあ貴重なチャンネルでも何回か配信させていただいたんですけども、鷹狩りはね1回だったかな、入ったかなっていうぐらいの感じなんですけどもね、本日はどうですかね。おっと、お、お剣舞降格が早速もじゃき元店長の方光ってますね。剣舞降格はリプレイであれでしたっけ、入っていくんでしたっけ。あ、何でしたっけ。ちょっと分かりません。あ、分からないですよね、すいません申し訳ないです。あ、騎士も違う、本当だ、申し訳ない、騎士ね、ちょっと直してください、すいません、大変失礼しました。はい、すいませんね、バタバタで、ね、申し訳ありません。おっと、はい、この後24時半から始まるパチファンより面白いぜこの番組ではね。ありがとうございます。ありがとうございます。パチファンより面白い、ああそうですか、ありがたいねお話ですけどねさあ鷹狩りありますよ、もじゃ秋元店長いきなり、はい、いきなり1000ポイント、おお怖え降格ということで剣舞降格ですね。さあ剣舞は解除できるかというとこですが、なかなかね剣舞単体だと厳しいイメージがあるんですけどもね、どうですかね。任せてください。お、自信ある、はい、全然色変わってないんで多分相当相当難しそうな感じはしますけどね、どうですかね。残り2ゲームで青というね、まあ多分お寒いパターンですけどね。さあ最終剣舞薄いところはご勘弁って言われてますけどね。さあどうだ、あー残念残念。さあ、あー、ふさサイト店長の方は悪者ですね。あーこれはサスケはかなり難しい感じでしょうか。木本店長打つの早ーって言われてますけどね、確かにあれですね、分回し系の。いや申し上げてよろしいですか。はいどうぞ。負けたくありませんからもうとにかく負けたくないんで、もうとにかくどんどん回していくということで、はい、なるほどね、本気なわけですね。必死さが伝わると、はい、はい、本気です本気ということでね、かわいい猛攻のために。ああなるほどね、残り少ないかわいい猛攻をいたわらないといけないということでね、はい、はい、さあ来ちゃうんじゃないですか僕。さあ斉藤店長の方も剣舞がもうちょっとって感じですか。これ3つ反応してるんで鷹狩りの可能性あるんじゃない。 ありますね。ちょっとカモンもあと2つ剣舞あと1つあと降格が今光ってるんで、ちょやばいじゃんこれ、はい、ちょっと美味しい時間が。おっとおっと来るよこれ。さあ鷹狩り、あ超降格、よし2つですね。やべ耐えた。あー残念、斉藤店長薄いとこって言われたんですけど、残念ながら、いやいや濃いっすよこれは、残念ながら2つということでね、もう1つ絡めば超広角の鷹狩りということでね、薄いとこをゲットだったんですけども残念髪の毛がかかってますから、ね、残念ってみんな言ってますけどね、 ねやっぱりね、みんな罰ゲーム見たいんですよねやっぱりね。はやばいよ、はい、さあどうですかね、頑張ってね、どっちが先制ポイントを上げるかというとこですが、まあ、超広角もね、当たりの期待というと悪くないというか結構期待してもいい感じですけどね。ああ100人切りきましたね、やばいよ。さあ100人切り演出、あしかもチャーム締めですね。さあ36、残る数字は微妙ですがどうでしょうか。あ11、あゾロ目はいいって言いますけどね、どうですか。若干チャンスアップ。さあ0パーで剣豪、あカットインは青、木本店長ファイトって言われてますよよし、おーっと見事剣豪倒せ、おめでとうございます。100ポイントゲット、何何協力体制を
何同じ一族で協力体制の描いてる。いや、はい、どうぞ。そう、対戦ですからね、対戦覚えてますか。さあ何ですかね、ボーナスですか。あ、ボーナスですね。おめでとうございます。ありがとうございます。さあまずは本日は斉藤天井が100ポイントゲットということですね。なんでイエーイやねんって言われてますけど、本当にそうだ。あ、バーですね。はい、まあまあバーだとね、ほらボーナス中の上乗せ特化ゾーンにね行く可能性がないんで、はい、薄いとこ引く可能性がね若干減るというね。はい、ボーナス中の上乗せ特化も全部アウトですからね、気をつけていただいて。上乗せ特化は全てアウトとなってますんでね。ちょっと薄い、激しすぎません。薄いということでね。斉藤店長若干すいません、マイクを口の方に向けていただいて、アームを動かしていただいて、あ、そうですね、はい、そんな感じでお願いします。木本店長逆転だーって言われてますよ。斉藤店長から毛根を奪い返しですって言われて、毛根奪われてるわけじゃないんだけどね。はい。さあね、貴公な吹田店と貴公な神津島店の店長お二人がですね、ハイグレードな戦いをね、繰り広げる HG 対決になってますので、本日は吉宗で、ボーナス AT 当選1回につき100ポイントというね、ポイント勝負になっております。吉宗は斉藤店長どうですか、4号機時代の吉宗とかは打たれてた。打ちましたね。あ、打った、もろ世代ですよ。ああ、そうですか。結構プライベートでも行きましたね。打たれてた、今も打たれるような感じですか。今1回しか打ち逃げてないですけど。ああ、吉宗、この5号機の吉宗は1回しか打ってないと、はい、ああ、なるほど。まあね、4号機かなりね人気があった機種ということで、まあ、30代40代ぐらいの、ね、方は懐かしいなって思ってる方も多いんじゃないかなって感じですけどね。そうですね、まあ、負け額で車買えそうですもんね。あ、負け額で車が買える。ぐらい負けましたね。ああ、そうですか。相当入れ込んじゃった感じで、はい、なるほど。あ、北斗百裂の熱いシーンをぜひ。今日北斗百裂の放送じゃないんですけどね。すいません、今日ね大都の吉宗になってますんで、はい、お願いいたしますね。はい、薄いとこって言われてますんでね、薄いとこねぜひね引いていただきたいなと思いますけどね。頭の薄いとこ、いやー頭皮やばいですね、ガピガピになってますけどね。ちょっと負担がかかりすぎなんじゃないですか、毛根に。大丈夫ですか。斉藤店長相当負けましたねって言われてますけど、いや車買えるぐらいって3桁万円ぐらいってことですよね。3桁万円ぐらいですね。いやすごいですね、まあ、K ぐらいはいけるんじゃないですかね。ああ、そうですか。まあまあでもそういう人結構多いかもしれないですよね。そうですね、夢だけ見せてくれるんですけど、はい、こう期待感があってこうついついお金を入れてしまうけども残念ながらみたいな、ね、そうですね。朝一天井とか何回くらいだったら、ね、ああ、朝一天井ね。まあ結構吸い込むときは激しく吸い込むけど、出るときはねもう711枚が1ゲーム連するとか ね、 そうですね。あの感じはね本当に中毒性ありましたけども。そうですね、北斗で負けてからの吉宗ですからね。ああ、そうなんですか。ああ、北斗で負けてからの吉宗、流れていくパターンですか。それいわゆるドツボパターンですよ ね、 そうですね。何回余ったやろみたいな。ですよね。もうしょうがないんで今日はこれで一発逆転できるかなみたいな感じで傷口を広げてしまうというねパターンですけどね。今日なんか楽しそうですね。お勝ち組ですからね。僕なんでちょっと怒ってるんですか、木本店長。怒ってないです。大丈夫ですか。怒ってないです。頭髪が痛くて怒ってる感じ。大丈夫ですか。ひねくれてます。ひねくれてる。ひねくれてる。木本店長は4号機の吉宗は、あ、かなり打ちましたよ。お、かなり打った、はい。何桁万円ぐらい負けた感じですか。いやー、まあでも1、3桁万円ぐらい。1、3桁万円、はい、ああ、え、100何万ってことですか。そう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 。そんなに、はい、すごいですね、はい、みんなみんな負けまくってるって感じですけどね、はい、まあまあでもそうかもしれないですよね。そうですね、はい。朝一天井、化け次の RT 解除もまた天井とかね言われてますけどね。いやいや、よくねありましたよね、そういうのは、ね、本当に3桁打倒って言われてますけどね。3桁万円点々点って言われてますけど、まあでも結構ねそれぐらい負けた方もね多かったんじゃないかなと思いますよね。多いと思いますよ、はい、はい、それぐらいね夢を見せてくれる機会というね4号機でしたけども、毛根復活させるお金が点々点々って言われて、
言われてますけどね、まあね、吉宗につぎ込んでしまったということでね、はい、その当時はもうちょっとありましたからね。ああなるほど、はい、今よりは毛根の量が多かったというか、はい、まあまあね、この貴重なチャンネル土曜日の放送で1万ポイント以上大きくね大差をつけて買っていただくと高級育毛剤や2000毛色毛剣、ね、高級ヘッドスパー受けれますんで、ぜひね頑張って大差つけて買っていただければなと思いますんで。さあマップですね。ちなみにこれ補佐店長2台ともどういう内容になってますか。もちろんこれですね。あなるほど、はい、今日はアッパーな2台でね勝負ということでなっておりますね。全然松会場もありますねこれ。松会場設定差あるところですけどね。ちょっと大きいの来ましたよこれ。お、来た。ざわざわしてる感じですか。あデカカモン、デカカモンですかね。あこんばんは、松浦さんこんばんはということで、どうもこんばんは。チャンネル撮ると画質が上がりますねということでね。あ画質上がるのかな。設定はね何も変えてないんですけどね。木本店長スマイルスマイル、メガネ取ってスマイルって言われてますよ。ああ見苦しくてすみません。いやーすごいですね。こんなに激画調の顔の人もなかなかいないですけどね。ありがとうございますね。リクエストで答えていただいて、はい、高級育毛剤でふさふさにって言われてますね。はい、ぜひね頑張っていただきたいと思います。なりたいです。はい。1本じゃ足りないかもしれないですねこれ。そうですかね。じゃあね、まあ、毎月5000ポイント以上ね差をつけて買っていただくと大丈夫ですね。さあ来たーって言われてますけど、どう、残念ながら おーっとこれは G が脱いで熱い。これまた来ちゃうんじゃないですかこれ。いやなんか個人的にはちょっと薄いね、薄いとこ引いていただきたいとこは気はしますけど、とりあえずこれが光らんかったら高刈りは大丈夫ですよね。そうですね。突然入ったりとかするのかな。一応全部なんかざわざわしてから光り出してからって感じだったと思うんですけどね。さあ元秋元店長はちょっとハマってるというか、剣舞降格1回だけで、あとは基本的にほのぼのした映像が展開されてるという感じですけども、いつも通りです。そうですね、はい、ちょっとこれゾンナだけになんか被りそうで怖いですねこれ。あなんか今メーターとしては剣舞が2つ家紋が2つ光ってるような状況ですけどもね。あ力比べ、ゾウとの対決ですね。高狩り高狩りいやー高狩りね、あー残念、 あっさりゾウに負けてしまいましたね。でもちょっとなんかホッとした自分がいますね、はい、高狩りは回避ということでね、はい、高狩りってどう数字で言うとどれぐらいなんですかね。いやでも僕も1回引いてるんで2回打って。あそうですか、はいはい、結構入りましたけどね。何ゲームぐらい回したんですか1回、その2回打ってっていうのは。1500ゲームぐらい、ね、あ結構回したんですね、はい、あそうですか。通常時は、はい、で2回高狩りに入ったって感じですか、はい、そうですね、あそうですか。まあ、も半日打ちましたけど、もう3回ぐらい引いてるんで、はい、あそうですか。まあまあじゃあね、今日はその強い引きを見せていただいて、まあ、2時間の間にね高狩り、まあ、高狩りだけじゃなくてもいいんですよ、もっと薄いとこもいっぱいありますんでね、はい、引いていただいていただきたい場合はね、どんどん引いていただいても構いませんので。そうですね、まあ、僕、はい、そのいや実戦でフリーズ引いちゃったんで、はいはい、今日はもう引かんかなみたいな。あ実戦でフリーズ引いたんですか、はい、あそうなんですか、なんかあれですよね、ムービーが流れるやつですよね、はいはいはい、あれを体験したということで、いや、はい、じゃあぜひその引きをね、いやもう引かないですね、番組で見せていただきたいところですけどね。薄いとこってほんまにすごい生放送ということでね、営業終了後の店舗から実際にお店の店長スタッフさんが生放送でね出演するという企画になっておりますので、ぜひお楽しみいただければなと思います。あリボンが落ちてしまいました、ね、ちょっと大丈夫ですか。後頭部やばいですけど大丈夫ですか。もうちょっと取ってきますかね、はい、とりあえずね、はい、木本店長 ART 見せて言われてますよ。 ART、 はいどうぞ、それ ART じゃないからそれそうやってあれですね、やっぱジェルで固めるとなかなか分かる感じですね、あかんやつっていうのがね分かる感じですよ。お
お、デカ太郎、デカ太郎は熱いですね。さあ対決、わ、一文字はあまり熱くないがどうですか。あー、また一文字、あーだね。あー、まあでも一応天守閣ですね、広角光ってますけども。では今回もフリーズ引いていただきましょうということでね、ぜひね斉藤店長、そこまで言うならちょっとねやっぱり見せていただきたいところですよね、フリーズね。いや、まあまあまあ、今日は、はい、今日はもう濃いとこ濃いところ、濃いとこ濃いとこ薄いの大嫌いということでね、お二人とも ね、 ね、はい、モンキーターンでやってくださいって言われてますけど、モンキーターンって山沢のモンキーターンってことですかね。もうちょっと先ですね。そうですね、今ワンはもう設置はないですよね、モンキーターンは。そうですね、ないですよね、はい、はい、またね次のモンキーターンがあれいつって言ってたかな、春ぐらいですか ね、 ですねの予定っていう風に一応噂ではねなってますんで、まあ、もしね信頼で導入されればぜひねモンキーターンで、はいはい、対決もねしていただけるんじゃないかなという風に思っております。吉宗何台導入してんのって言われてるんですけど、紀行の神津島店では紀行の神津島店では吉宗あ14台です、ね、14台、はい、ありますということでね。紀行の吹田店では20台です。20台20台ですあるということで、いつでもどうぞ。なるほど、ぜひね吉宗、まあ、今日の映像を見ていただいて、吉宗面白そうだなと思っていただいて、ぜひねうちに来ていただければなというふうに思いますのでね、遊びに来ていただければなというふうに思います。14台と20台とか入れすぎやろとかって言われてますけど、どうですかお客様の反応としては。あの結構すごい、ね、いいんじゃないですか。そうですよね、はい、まあ、かなり好調というふうに聞きますけどね。もじゃきもと店長何やってるんですか、それ何オカルトですかそれ大丈夫ですか。お願いしております。あ、お願いするんですか。レバーただあ、なるほど、はい、機械にね、精魂込めてお願いするとね当たるということで。ゾーン抜けちゃいましたけど、これもあれですか。あー、ちょっとなかなか来ない感じですか。そうですね、お寒くなるパターンではあるのかなっていう気はしますけどね。さあ超広角から悪者ですが、あーサスケ厳しい頭でレバー叩いてって言われますけど埋まってるんだぜ前代ということで。そうなんですよね、吉宗かなりね人気ということで、あっさり早っサスケに秒殺ということで。いやー、なかなか今日はあれですね、前回のねシティハンターは結構いいペースでねポコポコ当たった感じだったんですけども、まあ、今回ね吉宗ということで、まずは斉藤店長がバー1回ということで100ポイントリードと。はい、ありがとうございます。ておりま す、 店長が今日出してたら打ちに行くわということで。あー、これちょっと責任重大ですねこれね。はい、任せてください。もう、はい、スイタですか。あ、スイタですかね、神津島ですかね。まあどっちでもねいいですけどね。じゃあ出した店長の方のお店に行くっていうことでいいんじゃないですか。ああ、ありがとうございます。はい、気合入りましたね。ね、はい、これはあの信頼かってことでね。そうですね、まあ、まだまだ信頼というか、昨年の11月でしたっけ、12月でしたっけ、12月末の、ね、12月ですかね、はい、導入のライト吉宗人気騎士ですね。で本日は対決しております。木本店長のレバーの叩き方が若干不安を感じるところでありますけどね、大丈夫ですか。もう必死すぎてね。木本店長ハゲキャラ触っちゃダメって言われてますけどね。え、触っちゃダメなんですか。番組の企画自体を根底を覆すような、触っちゃダメって言われると根底を覆るんですけど、大丈夫ですよね。大丈夫です、大丈夫ですよね、はい、ハゲじゃないですよね別にね、はいはい、そうですね、はいはい、壊さないでって言われてますよ。レバーは優しく叩いてくださいね。そうですよね、はい、お願いしますよ、はいはい、申し訳ございません、はい、マナーよくね遊んでいただければなと思いますんでね。そうですね、はい、木本店長に景品の育毛剤プレゼントしたいって言うんですけど景品に育毛剤あるんですか。いやすいません、スイタテン置いてないです。置いてないですよね。あ、じゃあねこれ置いてくれっていう要望なのかもしれないですよね。わかりました、はい、わかるんだわかるんだ。ネタとしてはいいかもしれないですよね、景品コーナーにね育毛剤がおもむろに置いてあってね、店長のおすすめみたいな、はい、そうですね、はい、全然効き目ねえじゃんみたいなね突っ込まれるっていうパターンもね面白いかもしれないですけどね、はい、ちょっとあ350ぐらい回して、はい、
何もなかったら助っ人とちょっと交代してですね。なるほど、わかりました。さすがにちょっとここまで来てしまうとなかなかっていうねゾーンではありますけども、本日ね、お店のスタッフさん、キコナスイタ店、キコナ神津島店ともにスタッフさんがね、店長さんが連れてきていただいているということで、スタッフさんに台打ちをねぜひお願いするという形で、でもね、自分の店長の猛攻を守るために頑張って戦っていただければなというふうに思いますよね。ちなみにうちは負けたら、はい、あの店長と同じ髪型になると。お、1年弱小なんでも同じ髪型になるって、はいはい、店長の髪型ってどういうことですか。そのあれですか、毛量が少なくなるとかそういう意味ですか。そうですね、まあさすがに抜くのがかわいそうなんでね、はい、すくってことですか。はい、そうですね、すきバサミで大量にすかれるってことです。そうですね、それちょっともうデコ なあの隙間からこう面積測りますんで。ああ、なるほどなるほど、はい、デコの広さを同じにするってことですね、はい、そうですね。いやー、恐ろしい、はい、恐ろしい店長権限ですね、はい、完全にパワハラですけどね、はい、大丈夫ですかね。いやいや、まあ多そうなんでちょっとすいてあげた方がいいかな。ああ、なるほどね、はい、優しさ。髪の毛の量もね多いということで、はい、あ、まあね、いろいろ体質ありますからね。そうですね、はい、髪の毛多いって困ってるっていう人もね、はい、いらっしゃいますんでね。まあ店長と真逆ですけどもね、はい、はい、まあ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 、そう、若干ですね。ね、ぜひね、同じ髪型にならないように頑張って打っていただければ思います。勝てばよかろうなのだってやってますけどね。あ、ももちゃんって、なんかこれあれですかね、身内の方か常連さんなんですかね。ももちゃんコール起きてますけどね。前回も、ね、はい、声いただいておりまして、はい、はい、そんなあれですか、人気者なんですか、ももちゃんっていうのは。そうですね、まあ、僕らの中で、まあ、ね、なんでそこ詰まるんですか。同族と言いますか、同族、はい、特徴的な方ですね、はい、どういう風な特徴があるんですか。もう見ていただいたら、あ、なるほど、ね、なるほど、まあ、もう少ししたらじゃあ登場するかもしれないということで、まあ、僕らに今若干引けておりますけど、はい、はい、彼もいい感じですね。 HG ってことですか、それは。そうです、ね、HG 予備軍ってことですか。予備軍っていうか、もう足踏み入れてますね。ハイグレード、はい、片足ハイグレードってな感じな、はい、そうですね、感じですか。あ、なるほど、じゃあぜひね、ハイグレードの3人が集まってねいるということで、本日は、まあ、うちの子ちょっと場違いなんですけど、はいはい、その分ちょっと一連卓勝の罰ゲームが待ってます。なるほど、はい、大丈夫です、わかりました。お、配信が来るかな、これ。これは生きてるのかな、ちょっと映像止まってますかね、大丈夫。はい、大丈夫ですね、はい、すいません、はい、すいません。あ、これ次のゾーンいつぐらいなんですか、これ。分かんないです。パチンコのハンドルは折れたって言われても、ああ、そうなんだ、レバーはね折れないんだろうとかってねいうあれだったんですけど、ハンドルが折れるんですか。ハンドルが外れた、折れたっていうか外れたってね、レバーって折れないよね、あれって合金仕様らしいぜ、とあるメーカーの人から聞いた、折れることはないらしいということなんですけどね。あれ、これ、すみません、ちょっとね映像が乱れてるみたいなんですけど大丈夫ですかね。まだちょっとトラブってます、大丈夫。お、なんかこれ広角ですか、これ乱れてない。あ、こっちの映像がおかしいだけか。違う、そのこのままね続行したいと思います。すみません、これはスイタ店ですかって言われてるんですけど、今日は、キコの神津島店の方からお送りしております。あ、一応火消し赤字ですね、草斉藤店長。あ、今弱者なんですね。弱者、うん、はい、これ高角ですか。いや、違います。あ、天守閣は殿の間は高角っていうか、通常時の中ではまあまあ一番いい通常時だったような気がするんですけど、ちょっと350超えたんですけど、はい、ちょっとだけ追っていいですか。あ、はい、いいですよ。なんか予感があるって感じですか。そうですね。あ、なるほど、はい、プンプンします。いやいや、ナイスナイス。ちょっとこっちどうなんですかね、映像が乱れてんのかな、大丈夫。携帯から見てる人は画質悪くて当然って言われてるんですけど、画質悪いですって言われてるんですけど、どうなんですかね、パソコンから見てる方ちゃんと見れてますかね、大丈夫なんですかね、映像普通。あ、わかりました、じゃあこのままねちょっと続行させていただきたいと思います。続行で、はい、大丈夫です、はい、映像大丈夫みたいな、ね、じゃあちょっと、はい、ちょっといいですか。はい、どうぞ。チェンジ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 交代ということでね、はい、じゃあどうしますか。あ、挨拶させてもらって、はい、わかりました、じゃあこちら横に並んでいただいてお願いいたします。はい、じゃあ自己紹介、はい、自己紹介お願いします。自己紹介お願いします。はい、どうぞ、はい
いや、残念、はい、どうぞ。そんなキャラでもなかったのに、はい、お願いします。ちょっと待ってください。はい、自己紹介お願いします。あ、続いてめくれ副主任と呼ばれてます。え、なんですか、めくれ副主任。めくれ唇にちょっと注目していただいたら、はい、はい何やってるのか。いきなり罰ゲームやらないでくださいよまだまだ罰ゲームまだだから。はい、え、めくれ副主任の茶坊主です、はい、よろしくお願いします。え、 何さんですか。茶坊主です。茶坊主、はい、あ、じゃあ茶坊主副主任で。あ、茶坊主副主任でね。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあもじゃ木本店長の代わりに、はい、ふさ斎藤店長の、対決していただくということで、はい、茶坊主副主任、はい、ももちゃんって呼ばれてますけど。ありがとうございます。はい、ももちゃんコールが起きてますけど、すごい。そんなにあれですか、常連さんに大人気なんですか。すぐ、はい、すぐ顔が赤くなるので。あ、はい、すごいですね。はい、いや、はい、唇もう赤が、はい、もう赤が、もう分かったから分かったから。いや、すごいですねなかなかね、個性的なスタッフということで、はい、じゃあ頑張って吉宗打っていただくということでよろしい、よろしいでしょうか。はい、じゃあお願いします。はい、誰って言われますけどねそりゃそうなるよね、そりゃね。はい、気候な吹田店の、もじゃ木本店長の部下ということでよろしいですかね。はい、そうですね。はい、じゃあももちゃんこと茶坊主副主任にね、ここからは、代理で打っていただくということで。あるある体験探検隊思い出したって言われてますけど、ね、ちょっとそれっぽいですよね。はい、そうです。はい、押し順間違えな、大丈夫ですかちょっと、はい、え、ジャボーズ副主任あれですか、スロット打たれたこととかありますか。あ、あります。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、家来って言われてますけど、家来というか、まあ、部下の方ですよね。はい、スタッフさんということで。でも家来に近いです。家来に近い。あ、それは何ですか、ちょっと俺は虐げられてるぞ感が出てますけど大丈夫ですか。可愛がっていただいてます、ね。はい、生放送やぞ分かってんだろうなっていうね、今ね、厳しい一言入りましたね。生放送ですんでね、はい、あの発言にはちょっと気をつけていただくということでお願いいたしますね。はい、木本店長、怖いって聞かれてるんですけど。いや、怖いとかは全然ないです。お、怖くはない。もう可愛がっていただいて。ああ、そうですか。またまた。どうですか、またまた。お仕事仕事の、まあ、店の長としてはどんな感じなんですか。どんな感じ、まあ、仕事に厳しいとかですね、まあ、プライベートはこうご飯食べに連れてってくれるとかね、いろいろあると思うんですけど。あ、もうすごい、もうプライベートでもお世話になってて、はい、おプライベートで、はい、もうす何回もご飯に誘っていただいて、いつも行かせていただいてます。あ、ご飯に連れてってくれるということで、はい、いや、そうなんですか。意外と優しいんですね、木本店長ね。嘘つけって言われますけどねまたまたって言われます。あ、生放送ですからね。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫ですか。嘘だって言われてますけど、ね、夜のベッドでも可愛がってもらってるのかって、なんでだ、おかしいだろう、はい、こう見えてすごい、うん、はい、見たことあるなって言われてますんでね。ああ、そうなんだ、見たことあるということでね。はい、じゃあ、ふさ斎藤店長はまだ打つ感じで大丈夫ですか。いや、もうそろそろ、はい、あ、チェンジで彼のご紹介が終わったら、はいはい、チェンジしますか。うちの助っ人ですね、はい、チェンジ、はい、了解です。マイクつけ、おー、つけてる。はい、はい、じゃあちょっとおいで、はい、チェンジということで、はい、はい、うちの助っ人の、はい、はい、はい、あ、あ、はい、開いてます、はい、神津島店の、はい、黒本、はい、こと、はい、はい、副主任の川口です。黒本副主任、聞いてるけど、はい、黒本川口副主任、はい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 、あの一連卓上のルールを承知の上で出たいと、はい、ああ、なるほど、はい、髪の毛が業のものなんで、負けると髪の毛が薄くなってしまうっていうのも、はい、了解の上で出るという、回避しないといけないことなんで、はい、なるほど、だいぶ広がるかなと。なるほど、はい、いや、忠実な部下で ね、 そうですね、髪の毛がなくなってもいい、はい、覚悟でね来たということで、はい、はい、じゃあぜひ頑張って、はい、ふっさふさやでって言われてますけど、はい、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、はい、大丈夫ですか。その分頑張ってくれんと。なるほど、はい、わかりました。じゃあね、ぜひ、はい、じゃあ今日は部下の代理対決ということで ね、はい、そうですね、はい、なってますね、はい、じゃあはい、座っていただいてお願いいたします。はい、お願いします、はい、お願いします。必死でやるんやぞ、必死で魂込めろよ魂込めてね、はい、恐ろしい。はい、ということでね、このお二人、木本店長の部下の何でしたっけ、茶坊主主任と、はい、ふさ斎藤店長の部下の黒本副主任という感じでよろしいですかね。はい、はいはい、このお二人で打っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。早く回せって、はい、
斉藤店長もふさふさって言われてますけどね。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。いや全然そんなことないです。ああ、そうです大丈夫ですよ、本当にね、ふさふさではないですからね。ももちゃんでええやんってやってますけど、ももちゃんでいいやんってね、気もしますけどね。はい、設定は閉店してそのままって言われてますけど、あのね、あ、そうですね、設定はね、まあ、ちょっとね、設定についてこうなかなかね、直接的な表現ができないのであれなんですけど、まあ、いわゆるね、アゲアゲエブリナイトみたいな感じというふうにご理解いただければなと思いますね。そうですね、はい、はい、あ、クロちゃんとモモちゃんでね、あ、そう、分かりにくいでそうしますかね。じゃあ今日はね、クロちゃんとモモちゃんの代理対決ということでお送りしております。はい、はい、さあ、カモン降格残り2ゲームですけども、モモちゃんの方どうですかさあラスト揃うことはあ店長すいません、カメラの前に被るのやめていただいていいですか。すいません、生放送ですのでね、お願いします。はい、お願いしますね。はい、クロちゃんとモモちゃんでね、本日撮ります。さあ、青は、あー、残念、あー、ガモン降格は揃わずっていう感じですね。さあ、今日はなかなか当たりが遠い感じですけれども、そうですね、はい、ここでスタッフさん変更でどう変わるかというところですね、流れが。今のこれは何なん、これは早く当ててくださいってね、言われてますけどね。さあ、カモン降格に入りました。やばいやばい、これ外したらもう、あー、揃わず。このね、カモンの色が揃いやすさを示唆してるんですけども、これ結構でも揃いますよね。そうですね、まあ、白はちょっと厳しいかなって感じで、この辺緑とか赤もね、今来てますけど、この辺ちょっと期待できるところですかね。さあ、赤来ました。あー、ナビが来ない。さあ、もう一つ赤、あー、来ない、スルーですね。いやいや、スルーですね、じゃすまんからな任せてください。大丈夫ですか、クロちゃんは、吉宗は打たれた経験は、1回だけ、1回だけあります、ね、その時はどうだったんですか。全くだったので、ここでリベンジを含めて、はい、全く勝てなかったということで終わっちゃいましたね。あー、家紋降格終了ということで、もうすぐ2万円がなくなる頃かなって言われてますけどね、ももちゃん早くって言われてますよ。こう安定の引きの弱さですね、これ。いやー、あーね、引き強引き弱とあれば、ももちゃんはじゃああれですか、引き弱な部類に入る感じですか。そうですね、もう全然ですね、全然なんで連れてこられたのって感じはしますけどね。クロちゃんの方は、引き弱ですね。え、引き弱同士なんですか。引き弱、そう、はい、ここであの引き弱なんで、はい、薄いところ引かずに、はい、コンスタントに。ああ、なるほどなるほど、ね、薄いところは引かずにね、あの基本的なボーナスを引けるんじゃないかという、重ねていけたらいいかなと。なるほど、引き弱理論ということでね、はい、はい、もじゃ店長にしばかれるよって言われますけどね大丈夫ですか。横からすごいプレッシャーを、はい、いやーね、かけてますけどね。 お赤字、お、越後屋若干期待できるか。ハゲ早くって言われてますけど、クロちゃん声張ってって言われてますね。若干ちょっと声大きめな感じで言っていただいてもよろしいですか。はい、頑張ります。はい、まだまだ、ハイテンションでね、やっていただくのがコツとなってますんでね、はい、面白くて楽しいお店だというふうにね、皆さんにもね、見ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、ちょっと本当に今日は当たりが遠い感じで、現在、神津島チームが100ポイント、吹田チームがまだ0ポイントという形でね、なっております。ボーナス AT に当選1回につき100ポイントというルールでね、ポイント勝負になっておりますけれども、さあ、火消しはどうですか。うん、これで継続で象は出ない、出方ない、残念ということで、あー、厳しい、ちょっと本当に厳しい感じですね今日はね。クロちゃん当てろよって言われて、めくれてるって言われてますけどね。モジャ店長はって言われてるんですけど、モジャ店長後ろで、自分の部下にガンつけてプレッシャー与え続けてますよね
ちょっとね部下が萎縮して押し順ミスったりしてますけどね。すいません。大丈夫ですかね。おー剣舞。おっと来ました。さあここはそろそろ解除したいとこですが、どうですかね。ここでレア役が引ければというとこですが、さあ一応青怖ーってやりますね、本当にね。まあね、自分のね、貴重な毛根がね、いじめられるかどうかかかってますんでね、それは必死になりますよね。さあ、黄色で残り2ゲームですが、解除できるか。あー、厳しそう。1ゲーム。あー、緑まで来ましたね。さあ、最終。やったー。残念安定してますね。残念。いや素晴らしいですね。やばい引き弱ですねこれは。いい仕事してますよ彼。放送向きかどうかというと、はい、ちょっと厳しい。あーっと今これめっちゃ怒ってますね。俺の毛根どうしてくれんねんっていうめっちゃ怒ってます。いや大丈夫ですか。すげえガン飛ばしましたけど。モーちゃん大丈夫ですか。やばいです今の眼力。無言の圧力をあらあらって木本店長切れてるって言うんですけど完全に切れてましたね。いやーやばいですね。早く当てないと本当にやばいことになりそうですけどね。剣舞当たる気しないよーって言われてますけどね。まあどうですかね。緑じゃあやっぱまだまだ厳しいかなって感じですかね。もう安定で500回しちゃいました。500、ああもうあっという間に500ゲームということで、なかなか厳しいですね。さあ、G のカットイン、これは若干期待していいのかなって感じですが、今バウンドしましたよ。バウンドした。はい。お、薄いのだけはやめろよ。薄いのだけはやめろよ。さあ、カモンがメーターが一気に広つきましたね。カモン広角かなっていうところですが、薄いところはやめておけということになってますね。ぜひね、フリーズ、高狩り、その辺はね気をつけていただければなというふうに思いますけどもね。さあ火消しもね何度も出ますが、お、ゾウ、あーっとこれは家紋ですね。ここでなんとか決めたいそうですね。さあいきなり来ました黄色。あー残念。ちょっとまずいですねこれ。そうですね。さあ2回目 青でどうだ。あー来ない。さあやっぱりなんかゾーンをね抜けると結構厳しいイメージありますけどね。あー来ません。カモンも無理か。お疲れ様です。ファイト髪の毛って言われますね。今日キコーナーのスイートのシャトルバス見たら誰も乗ってなくて悲しかったってありますけど、そうなんだ。誰も乗ってなかったんですか。あ緑、あー来ない。さあラスト緑、あー来ないということで、このカモン降格もスルー。一応継続ですね。さあ延長は若干熱いんですよね、カモン降格ね、まあ、若干チャンスアップという感じですけどね。あさあ赤まで続けば、そうですね赤が見えてますが、赤まで回ってくるかというところですが、ああ残念終了ということで、カモン降格またする。スイーターとしては耐えましたね、うん、これ。いやー、耐えたっていうか、今日は本当にちょっと100ポイント差なんでね、全然ダメですね。ももちゃん喋って、ももちゃんスマイルって言われてますよ、本当にね。はい、頑張ってくださいね。はい、ファイト、髪の毛って言われて終了時間2時半になってるって、一応ね、2時まで、
あの、はい、放送予定させていただいておりますんでね、はいはい、ぜひ最後までお付き合いいただければなというふうに思います。なんとか見せ場を作れれば、はい、そうですね、はい、かなと。そうですよ、明日ね皆さんがこの映像を見てね、あ吉宗面白そうだからちょっと打とうかなって思っていただけるようなね感じに明日の映像にかかってきますね、はい、頑張っていただければなと思いますんで、よろしくお願いいたしますよ、はい、本当に、はい、ももちゃん完全に空気ですけど大丈夫ですか本当に、はい、それもすごい緊張して、はい、緊張してるんですか。緊張しないでくださいよ本当に。あーまた来ましたね、無言の圧力。すごい目で、すごい目で睨みつけてますけど、闇金牛島くんみたいな冷たい目で、こっちまでプレッシャーお客様にはもう満面のスマイルということでね、はいはい、スタッフには厳しいけどお客様には優しいというね、はい、もう先ほど店長ですけども、いやあのプレッシャーやばいですね、心が凍りつくね、眼力ですけどもね、目がいってるって言われてますけどね。いやちょっとやばいですよ、早く当ててくださいね、ももちゃん。はい、大丈夫ですか。店長イケメンって言われてますね、木本店長イケメンって。いや今マイクつけてないんですけど、後ろでよっしゃって言って体踊りながら喜んでイケメンって言われて、そんな嬉しいんだ。さあスカラクラベ、あ、もう一番じゃ、延長。あー、カモンですね。さあ、いきなり来ました。さあ、そろそろ揃えてもらっていいですよ。モザ店長かっこいいって言われてますね。そうなんだ。そんなにかっこいい？モザ店長。めっちゃ喜んでる。めっちゃプルプル喜んでますけど。さあ、恐るべしき。引き弱軍団のね映像を今日は皆様にお届けしているというような感じですけれども、取りこぼしたかも。あ、松ですね、松こぼし。さあこの家紋もお寒い感じですがどうですか。もう引ける気が、あー来ない。あ、一応緑どうだ、来ない、ダメダメ。あー何も来ないですね、全然当たらんなーって言われてますよ。全くそうですね、本当にね。申し訳ございません。あー終了ということでね。いやー今後ろでねモジャ店長ががっくりって感じでしたけどね、はい、今日は当たりに対して薄いな当たりがね今日は薄いってね言われてますけどね。そういうあれじゃないですけどね、はい、吉宗辛いなーって言われてますけどね。今で500、スイタチームが打ってるのが590ゲーム、はい、神津島チームが打ってるのが421ゲームということでね、はい、まあ、2台ともね結構ハマってる感じですね。いや出だしが、いや何もないです。いや出だしが、あ、最初に打った人間が悪いという感じですか。あ、今自分の上司を完全にディスってるわけですね。あ、やばいですね、見てると打つ気しなくなるって言われてますよ。本当にちょっとこれ本当にあれですか、斉藤店長。いや、まあ間違いないはずですけど、ね、ですよね、はい、アッパー&アッパーな、上げ上げダブルな感じになってるわけですよね。はい、本当ですか、これで上げ上げダブルなんですか。いや、ここからっすわ。本当ですか。はい、ここからっす。まあまあね、割とそういうタイプの騎士ではあるとは思うんですけどね。出る人間のせいですかね。ああなるほど、ね、もう、はい、なるほどね、ちょっと間違えちゃいましたね、人選。機械性能を上回る引きの弱さということでね、まあ、たまにねそういう方いらっしゃいますけどね。ちょっと気合い入れてきますね。はい、気合い入れる。何ですか気合い入れるって。あ、まだまだまだ、何ですか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 、それどうなるんですかそれ。それどうなるんですか本当。さあ一応剣舞入ってますけどね。そうですね、まあ、これは答えてくるんじゃないですかね、はい、なるほど。さあ青、いや店長何やるんですかマジで。まあまあこれできっと揃いますんで。本当ですか。はい、残り3ゲーム、残り2ゲーム、まあ青の時点で全然色変わらないというね。
さあ黄色すらいかないということでないなーって感じですけど、あー残念。はい終了ということでね。はい、何やる、ちょすいません、あの急にやるのやめてもらっていいですか、カメラ追い切れないんで。すいません、はい、何ですかそれ。いや次はどこかなみたいな。ああ、はい、なるほど、そうですね、なるほど。これあれですか、部下がしくじるたびにガムテープ剥がしをやるっていう感じですか。え、そんなあるんですか。いや、すいません、俺も今聞いてなくて突然始まってすごい焦ってたんですけど大丈夫ですか。はい、パワハラって言われてますけど完全にパワハラですよね、はい、大丈夫ですか。信頼関係が違いますから。あ、そうなんですか、はい、あ、なるほど。さらにプレッシャーかかりますよ。クロちゃん大丈夫ですか。クロちゃん若干涙目になってますけど大丈夫ですか。痛かったね、そりゃ痛いよ、そりゃ痛いよ、はい、こうほら準備してあるからね、ちゃんとあと4枚ぐらいあと4枚ぐらいあるから、またこれちょっとね引けなかったらあのガムテープ剥がしが待ってるということでね。いやさすがウスタ斉藤店長ね、頭だけじゃなくてね、いろんなところの、ね、毛をねどんどんねむしっていくスタイルということでね。まあそうですね、まあ、はい、僕らのまた取りこぼした毛の存在すべて許さないということで、クロちゃんざまーとか言われてますけどね、かわいそうですよね本当に。まだ、はい、おーいい加減すねじゃないのが愛情って言われました、ね。お、あ、これ薄いんじゃないですかこれ。いや、これ結構出ますね。あ、そうですね、はい、これでもレインボーまで行ったら薄いですよね。あ、レインボーまで行ったら薄いかもしれないですね。あ、赤、あ、緑、お、あ、これは熱い。さあ、十文字、これはいただきでしょう。お見事、はい、お見事おめでとうございます。ようやくスイタチーム100ポイント。しかもバーバーか、これで同点ですね。そうですね、ようやく同点ですけどバーというね。まあ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 、バーでもね100ポイントは100ポイントですからね、はい、はい、これでようやく同点となっております。はい、ということでね、ようやく、はい、ボーナスということで1回目ですね、500、600ぐらいハマった感じですか。600ちょいぐらいいきましたね。600ちょいぐらい、結構長かったですけどね、はい、こんだけ頑張ってバーというね、まあこれもパッツロあるあるですけどもね。そうですね、もう安定を見せてますもん、はい、いやー本当にそうですね、なんという手のひら返しって言われますけどねでもアゲアゲなだけだと結構自力解除には行くんだなっていうことでね、まあまあね、そうなんですけどね、まあ己の引きの弱さがね、それを凌駕しているというね感じですけどもね。さあ、クロちゃん剣舞メーターが3つなってますけどね、どうですかね。せめてね、なんか降格って解除していただかないと。あ、一応赤字、お、引き消し、赤字はどうですかね。モーちゃん指輪してるって言われてますけど、結婚してる、結婚されてるんですか。そうですね、はい。あ、そうなんですか。二児の父です。お、剣舞行きましたね。まあ多分ダメだと思いますけど。いや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 、え、大東放送いつって言われてるんですけど、大東はね火曜日放送予定になってますね。火曜日の夜、深夜24時から放送予定になってますね。ぜひ遊びに来ていただければなというふうに思います。あ、2児の父って言われてるんですけど、お子さん2人いるんですか。はい、そうです。あ、そうなんですか。ももちゃん結構若く見えるんですけど、おいくつなんですか。今24です。 24? はい、24で結婚してて、はい、お二人のお子さんがいるということで。緑、お、緑ね、頑張って働いてね、家族を支えないといけないということで、はい、はい、ちょっとこれで役に立たないとちょっと今後が不安になるんで。いやちょっとやばいですねこれ。あー、剣舞終了ということで、いやーやばいですね、ガムテープ弱いですね。ガムテープ剥がしが完全に裏目に出た形ですねこれねレバー叩く腕が完全に痛めつけられてますからね。も
もうちょっと闘魂注入したらダメですね。いやー逆じゃないですかあれ。闘魂注入したら引けなくなるキャラでしょ、どう考えても。もうクロちゃんで闘魂注入、はあ、いやちょっとビビってます、ビビってますね今ね。めっちゃビビってます。闘魂注入っていう単語にビクビクしてますけどね。店長の方に必死に目でアピールしてますけど大丈夫ですか。逆にしてほしい。ああ、なるほど。ね、出なくなるんでね。あれでも、あ、当たらないって言われてますね。この台どうやったら出るのって言われてますけどね。はい、わかりました。火曜日までさようならという、そんなこと言わずに最後まで見ててくださいよ。お願いしますね。はい、いやまあちょっとね、引き終わなが人がいるのはね、もちろん私もね存じているんですけどね、まさかここまでとはということでね。600ハマってバーの日バー引く人とね、全然引けない人とねいうお二人で今日はね、お送りしておりますけども、まあ、後ろでね店長二人がね見てるんですけどもね、本当にねちょっとねだんだん表情が曇ってきてねやばくなってきてますけどね、大丈夫ですかね。後ほど反省会がねちょっと怖い感じですけどね。はい、帰り何言われるかみたいなですね。あ、感じですね。もう完全に自動分回し機になってますね。いや完全にそうですね、通常時をお見せする放送になってますけどね。まあでもあれですね、これ、はい、ボーナス引いた後の、はい、僕の引きが悪かったんですかねこれ。いやどうなんですかね、ボーナス引いた後の僕の引きというよりはみんな引きがない、あ、圧倒的に全員引きが悪すぎるって感じじゃないですかね。気はしますけどもね、はい、もじゃ天井とチェンジとかって言われてますけど、どうですか、まだまだ頑張りますか。もうちょっと頑張りますかね。まあバー1回だけじゃね仕事したって言えないんでね。いやもう心折れそうです、この弱さには。え、頑張ってくださいよ本当に。この台どうやったら出るのって言われてますんでね、出るとこ見せてあげればいいんじゃないかなと思いますんで、はい、大東放送が一番面白いですということでありがとうございますね。はい、大東は火曜日のね深夜放送してますけど、土曜日の深夜はスイーター&神津島の放送になってますんでね、ぜひ、ハイグレードの対決をね見ていただければという形になっておりますので、遊びに来ていただければなというふうに思います。とかいうふうにね、こう必死に間をつながないといけないほど何も起こらないということで、非常に困った感じですけどね。はい、ももちゃんは24歳ということはあれですか、4号機の吉宗とかは触ったことがないということですよね。じゃあそうですね、ないですね。完全に5号機世代という形ですよね。はい、クロちゃんはおいくつなんですか。28歳です。28歳。はい、ということはギリギリ4号機もそうですね触ったことがあるかもみたいな感じですか。かもなんですけど、まあ、4号機触ったことないですね。はい、あ、はい、その当時はじゃああんまり打ってなかったみたいな感じですね。ああなるほど、はい、5号機が出だした頃ぐらいから。なるほど、初めて打ったスロットとかって何なんですか。エヴァンゲリオン、お真心を聞く、大好きです。エヴァンゲリオン真心、いい機会でしたねあれもね。さ あスイタチーム100人切り来ましたけども 69% 結構残したな。さあ残り 10%、あー対決、あーこれはいくか。あーおめでとうございます。見事ボーナスだ、何ですかね、ボーナスですかね。さあ2回目、まずい、あーボーナスですね、おめでとうございます。いやそこから逆転される。あさあ200ポイント目ゲットということで、ここからの戦いですよ。さあ、吉宗ビッグですね、青七ということで。ここからこれはあれですね、天井と天井して、はい、つなげる形でいった方がいいじゃないですかね。あ、って言ってますけど、天井どうしますか。天井します、天井しますか。まだ、まだいい、しますか。あ、天井するということで、ボーナスを引いたところで、逆転したところで、天井ということでね。はい、青七おめーということでね、おめでとうございます。じゃあモザ店長に場を一盛り上がりお願いということで、じゃあここでね展示していただくということでね。
あ、MC うまいなということでありがとうございますって、ね、コメント困る放送見たくないですってその通りですけどね、頑張ってますんでね、よろしくお願いしますよ、ついてきてくださいね、みんなね。さあ、カモン緑、あ、来ない、ももちゃん、かわい、お疲れ、かわいそうって言われますけどね、ボーナス引いた途端ね、交代ということで。めくれちゃうって言われてます。めくれちゃうって何なんですかね、よくわかんないですけどね。さあ、カモン、クロちゃん、全然来ないですね、クロちゃん、本当に。あ、赤、お、赤、あ、でも来ないというね。あ、やばいっす、もうなんか勝てる気がしなくなってきました。あ、来ましたね。さあ、でもチャンス目、お、お、お、チェリー、お、あれ、3連チェリーって強チェでしたっけ。はい、そうですね、あ、強チェリー、え、強チェリーする。こんなことはい、ということでね、はい、はい、まあ、クロちゃんのね、壮絶な引きの弱さというのはね、見ていただく放送という感じでね、なってますけども。さあ、モダ店長、部下のももちゃんが見事ね、ボーナス2回引いて逆転したところで再び登場ということで、はい、美味しいところはいただきます。いや、本当にやらしい感じですけどね、完全に大丈夫ですか、本当に部下の手柄を横取りする店長と、ね、いう感じになってますけどね。はい、まあ、ちょっとね、なかなかハマりがきつかったみたいなんで、もうここからじゃあボコボコ引いていただくということでね、お願いしますね。ひでえって言われてますけどね。待ってましたって。いやー、モジャ店長人気ですね、やっぱりね。何なんですか、常連さんに人気があるんですか。あ、どうなんでしょうね、はい、ありがとうございます。いや、ありがとうございますってことでね、やらしい髪の毛だなって言われて、ちょっと卑猥ですよね、なんかね、はい、これやったら特化ゾーンになるんですか。あ、特化ゾーンに入る可能性もありますね。はい、あ、いいですよ。お、これは、あー、残念、残念、残念、セーフということね。薄いとこはなんとか回避ということでセーフですね。MC はスタッフの人ですかって言われてるんですけど、 MC はね、私エンデックの松浦が、酒パワーの松浦が MC させていただいております。はい、はい、おいおい、ふざ、今の痛いんじゃないって言われてますけどね。結構厳しいですね。さあ、ちょっと罰ゲームね、薄いところもね、視聴者の方見たいんじゃないかなって感じがしますけどもね。すごいおでこしてんなって言われて単純にそんなね、直接的な表現でね、すごいおでこって言われますけど、はい、いや、本当になんか卑猥ですね、卑猥な髪型になってますね、なんかね、モザイクが異常に薄い AV みたいな髪型になってますけどね濡れてるしね、なんか非常にエロい感じですけどね、はい、ローションプレイみたいになってますけど、ね、吉宗ビッグは何でしたっけ、特化ゾーン、これは、お、揃えていただいて、あー、残念、放送終わるの遅いけど、スイタの店長は明日の朝から会えますかって言われてるんですけど、明日の朝はお出迎えあるんですか、スイタは。ご希望とあらば、お、ご希望とあらばご希望とあらばお出迎えしちゃう感じなんですか、はい、あー、そうなんですか、はい、あ、じゃあね、ぜひご要望いただければ朝からお出迎えするということで、お客様あってのスイタで。なるほど、いや、完全にね、徹夜確定みたいな感じですけどね一応朝休みです。あ、明日お休みなんですか。あ、そうなんですか。今日はあれですか、神津島店で店長が朝からお出迎えされてたということでね、はいはい、朝の入場時に店長が入り口に立って来られるお客さんに向けていらっしゃいませというね、顔を見せていただいてお出迎えするという、本日やったということでね。そうですね、はい、その頭のままお出迎えって言われてますね。あ、それもいいかもしれないですね。で、番組見ましたっていう方とね、こうトークしていただくっていうのもね、はい、ご希望とあらば。そうですね、ご希望とあらばということで、スイタ店店長会いたかったなーって言われてますよ、うん、お、何ですか、人気ですね、スイタ店の店長、モジャ店長、申し訳ございません、はい、申し訳ございません、笑えよベジータって
クロちゃん一押しの AV 女優を教えてくださいって言われてます。クロちゃん AV 詳しいんですか？詳しくないです。詳しくない。あ、ちょっと切れてますね今クロちゃんね。まあね、AV は詳しいのはね、ふさ斎藤店長ということで、ね、いや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 、はい、かなりあのコレクションがね、お家にあ、いやいやいや、ではございません。え、ない、ない、はい、あ、ももちゃん、ももちゃんね、値段しました、はい、あ、もじゃ、もじゃ店長は家にコレクションが大量にあるということでね、はい、そうですね。そうなんだ、認めるんだそうなんですか、はい、あるんですね、はい、一押しの AV 女優は。 AV 女優と言いますか、はい、あの、なんかあの50人が集まってなんかやってるとか50人が集まって何かやってる？50人の女優さんが、はい、各10 15分ずつぐらいで出てるやつっていうんですかね。あ、なんかオムニバスタイプってことですか？あ、そうですね、はい、お得感がある。あー、なるほど、マニアックですね。いろんな女優さんがこうちょっとずつ見られる、そうです、そういうお得なタイプの AV が行うということですね、はい、あ、まあ気持ちは分かりますけどね、俺もね、はいハーレムものですかって言われて、ハーレムものではないですよね。オムニバス系が好きということでね。これ確定じゃないですか？いや確定じゃない。え、揃った？いや、降格終わって、はい、また降格入ってる。あ、そうなんですか？すいません、俺ちょっと今見てなかったんですけど、猫と一緒に見てました。早く当ててって言われてますけど猫はよくわかんない。これ当たってます。本当ですか？大丈夫です、大丈夫。スイタ出てるもんなーって言われてますね。ああ、そうなんだ、ありがたいですね。でもそういう風にね、お客様からね評価していただくのはね。いや、はい、お客様あってのスイタ店です。なるほど、いや、やらしいですね。ああ、大号令来ました。お、チャンス。まあね、ぜひね、スイタ VS 神津島というね企画になってますね。スイタ店と神津島店、ぜひね遊びに来ていただいて。おーっと、絶対当たるじゃないですかこれ。さあ、あー、チャンス来てますね。なんかね、ざわざわ、すげえざわざわしますけども、あからさまですもんね。はい、げんなりって言われます。何がげんなりの？あ、 AV 好きっていうことか水田店って最寄り駅どこですかって言われてるんですけど、下新城駅がちょっと一番近いですね。下新城駅、はい、何線ですかね、下新城駅って。北千里線ですかね。北千里線、あ、はい、北千里線の下新城駅が一番近くということで、はい、おーっと、おめでとうございます。3ポイント目ゲット。ちょっとどこまで、おーっと、AT 爆走バブルバイ、おめでとうございます。さあ、3対1という形になりました。お見事。え、おーっと、何これ、1ゲーム連？いや、3、4ゲーム連ぐらい。3、4ゲーム連、はい、いや、それ結構薄いとこなんじゃないですか？ですね、ですよね、はい、薄くないですか？ありがとう、もじゃ店長って言われてますね。ありがとう、ボーナス。いや、すごい、 AT 入った瞬間にじゃあボーナス引いたみたいな感じですか？そうですかね。いや、すごい、そんなことあるんですね。さあ、どっちだ。あー、バーここはバーということでね、すごい、木本店長本当に逆転してるということでね。いや、これで4ポイント目、400ポイントをゲットということですね、なります。すいません、はい、美味しいところを言ったらいいんで。いやいやいや、まあでもね、なかなか見せてる感じなんでね、いいんじゃないですかね。薄いとこやめてって言われて薄いとこはやめておけですからね。薄くないです、はい、薄くないです。いや、でもなかなかレアなパターンですよね、今のもね。スイタ店は船で行けばいいと思うよって言われてますけどね船は出てませんのでね、車か歩くかチャリンコかバイクか、その辺でね、お越しください。はい、あ、ももちゃんめくれてって言われたけど、ももちゃんめくれてって何だろう。いけいけって、 HG じゃなくてバケなーって言われてますね。木本店長いいですよ、斉藤店長の髪の毛か楽しみ。いや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 、はい、番組的にもいい展開でーす。ぜひ、はい、ありがとうございます、はい、逆転ホールで店長見たら笑ってしまいそうだわってことでね、はい、笑っていただければね、もう本望という形ですけどね。ありがとうございます、はい、とか言ってるんですけど、クロちゃん何やってるんですか、本当に完全
に空気ですけど、クロちゃん大丈夫ですか。いやもうこんなはずじゃなかったんすよね。いやもう本当に AV も知らないし、パチスロも当てれないということで、おー10ゲーム上乗せおめでとうございます。ありがとうございます。まあでも弱、ここで薄いところ引かれたら弱点もあるってことですよね、はい、そうですそうです。1000ポイントマイナスになりますんでね、いきなり。はい、いやいやもうそういうとこ頼むのやめよう、はい、逆にクロちゃんも薄いところ引いたらマイナス1000ポイントになりますんでね、それはそれで楽しい ありかもしれない、ね、ああなるほど、もう 自爆作戦というか、いやめてくれ、自爆作戦で番組を盛り上げていただけるというか、ね、それはそれで全然ありですけどね。あ、じゃあ薄いところ引いていただけると、はい、大丈夫ですよ。クロちゃん生きてますって言われてますけどね、いや微妙ですね、ちょっと あんまり息してない感じですけどね、はい、クロちゃん言われたい放題みたいな、お願い、はい、そろそろガムテープをだなって言いますけどね。ガムテープね、本当ね、店長がね急にアドリブで始めたんでね、びっくりしましたけど。あれはびっくりしました。はい。さあようやく AT 1時20分 AT 突入ということでね。これちなみに天井どこでしたっけ？天井は何ゲームでしたっけ？1000ゲームだったかな。天井ってあれじゃないですか、一番これで天井って薄いんじゃないですか、はい、あ薄いと思いますね、はい、いやいやそんなことないですよ、薄いでしょ、薄いでしょ、薄い、相当薄い、はい、いやいやいや薄い薄い、いや濃いです、いやこの前のあの何でしたっけ、はい、シティハンターの、はい、あの薄い薄いでしょ、あ薄いやつね、はい、ありましたね、はい、シンデレラ、はい、そうですね、はい、まあ、シンデレラ2回引いたんでね、そうですね、はいはいはい、薄いですねって言われてますよね。いや上げ上げでね、天井は結構薄いと思いますんで、じゃあそこは審議ですね、視聴者の皆様とね、はい、視聴者の皆さんが薄い薄いってね言っていただいた場合は、じゃあ薄いということで決定づけたいと思いますんで ね、はい、ちなみに何ゲームですか。あ薄すぎますね、薄いですよねって言われてますね。みんな薄いって言ってますね。そりゃそうですよね、はい、店長諦めましょう。いやいやいや頼むわ。まだでも740、はい、多分1000ゲームぐらいだったような記憶があるんですけども、ガイドブックには載ってないか分かんないですね。ガイドブックには通常載ってないですね。あれ薄くねって言われてますけどね。天井は間違いなく薄いですって言われてますね。間違いなく薄いということでね、もし天井まで行ってしまうと残念ながら、じゃあマイナス10ポイント&罰ゲームということで、はい、お願いします。設定ということでね、はい、まあまあまあ天井までに引けばいいわけですからね。そうです、はい、まあ、この剣舞で解除すればいいだけの話ですよね。いやだってもう解除するときはバンバン揃いますからね、これ。そうですね、はい、全然揃ってないんで、はい、厳しい厳しい感じですけどね。まず色が変わってないですからね。さあ揃っても色が変わらないという意地悪仕様ですけどね。全く手応えがないです。ああ、それは諦めんなって見ても分かります。ああ、残念ってことで、残念、ちょっと頼むわ。交代交代って言われてます。740って逆にすごいって言われてますよね。自力で挽回だ斉藤店長って言われてますよ。はい、あ残念ながらここで交代ということで、首です。首、さすがにね。あ残念、ちょっと闘魂注入してもらいますね。え、闘魂注入、ちょっとカメラに向かってやってくださいね、せめて。あ、気合が違いますからね。斉藤店長がやるんですか。いけ、あれ。はい、じゃあ斉藤店長の闘魂中にまで3、2、1、えいっ、微妙なリアクション、どうもありがとうございます。いや、言いたかったっすよ。もっと、うん、あーとか言うのかと思ったら、ね、普通に、いたとか言って、どうもね、ありがとうございます。はい、投稿注入が、いやいや、気合が違いますからね。儀式が進んだということでね、はい、じゃあここから再び店長対決ということで、斉藤店長、若干体離していただく感じでお願いしてもよろしいですか。はい、はい、そんな感じでね、お願いします。はい、ということでここからはね、ふさ斉藤店長 VS、改めてもじゃ木本店長ということで、はい、お送りしていきたいと思います。はい、頑張ります。はい、どうして頭の毛にしないのって、そこは腕じゃなく頭髪にしないとって言われてますよ。いや、そこはちょっと後のお楽しみにね、はい、はい、
来た待ってました斉藤店長ということでね、斉藤店長ありがとうございます、人気ですね、ありがとうございます、クロちゃんに薄いのは無理だってクロちゃん否めない、クロちゃん残念ながら見せ場全くなしでね帰ってしまいましたけどもね、ちょっとさすがに、はい、気合が足りなかったですからね、最後、いやそうですね、はい、AT 終わった、あ、本当は AT 終わってますやん、はい、もじゃ店長、はい、ワンセット綺麗な単発ということで、はい、まあまあボーナスね1回絡みましたけど、はい、申し訳ございませんいや今日は厳しいですね、なかなかね、もじゃ店長も見せてやれって言ってますよ、何をですか、ももちゃんもじゃの頭にってこれ多分ガムテープ貼れっていうことだと思います、おっと、はい、おっと、あ、ご用意いたしましたご用意いたしました大丈夫ですか、やってよ、クロちゃんは髪の毛毛髪は足りてたのになということで、ね、そうですね、毛髪が足りてるからちょっとあれですね、やっぱ甘えが出たんじゃないですか、そうですね、スロットに対して、はいはい、多分ね、やっぱりねこれだけねちょっとね毛髪足りてない人がねもう心構えがまず違いますからね、悲壮感が違うということで ね、 でね、はい、スロットに対する心構えが全く違う2人がね、まあ、ここはバンバン見せていただけるんじゃないかなと思いますんでね、そういうことなんですね、はい、いきなり広角ねほら来ましたけどね、はい、メンチ切ってるって言われてますけどね、ガイドブック読みながらって店長が機種決めてないってことなんですけど、本日はですね紀子の神津島店での放送ということで、神津島の店長である房斉藤店長が機種決定権を持っているということで、房斉藤店長が吉宗をね指定して対決しているというような形になっております、おっと、おカットイン赤若干熱いか、ちょっとこれ危険ですね、これそうですね、高狩りいいですよ、来ていただいても高狩りどうぞ、はい、いらっしゃいませ、はい、いらっしゃいませ、ももちゃんの下克上希望って言われてます悲壮感が違うももちゃんって言われてますけどね、いいよ、はい、斉藤店長こーいって言われてますけど、ありがとうございます、じゃあもう引きます、ここで引きます、残念ながら対決はあっさり終了ということで、ところで天井行ったら、はい、もうあれですよね、そうですね、あれですね、まあ、そもう皆さんが薄い薄いって言われてたんで、はい、薄いところ引いたということでね、はい、罰ゲームアンドマイナス10ポイントやっていただくことになってますのでね、いやでも本当になかなか当たんないですね、あーあたかがりやったー、たかがりー、さあちょっと改めて 見ていきましょう、本日の薄いところということで激アツステージたかがり一番上に書かせていただきましたね、マイナス1000ポイント、いやー来ましたね頭の薄い人はやっぱり引きが違うなって言われてますけど、いやーいいですね、1時30分あたりでね見事高狩りゲットということで、じゃあここでね罰ゲームやっていただきたいと思いますんで、どうしますか罰ゲーム、じゃあ木本店長、じゃあ打っていただいてる間にか、かかーちゃんに、はい、ももちゃんに、ももちゃん、はい、ももちゃんに、はい、やったらんかい、ね、敵チームのももちゃんに斉藤店長の頭をね蹂躙していただくということで、はい、お願いします、やったらんかい、はいはい、じゃあお願いしますね、はい、あれですか、違うお店の店長さんとスタッフさんということで若干こう気まずい空気になってる感じですか、大丈夫大丈夫ですか、大丈夫ですね、はい、まあ気候のグループということでね、はい、頑張って、はい、はい、まあ、これね、まあ、大事なお仕事ということで、ももちゃんやっちゃってって言われてますんでね、はい、はい、頑張ってやっていただければなと思います、やれやれ、はい、やれやれってクロちゃんがクロちゃん自分の責任ね、かじゃないんでね、ちょっと助かったみたいな顔してますけどね、はい、スイタの心意気を見せたれ、はいはい、ももちゃんド派手に頼むよ、遠慮はいらないぜって言われてますんでね、はい、さあ今これまず何ですか、ジェルですか、おーいけいけーって言われてね、はい、カッパジェルで、岩たっぷり乗せてますねジェルね、おー、はい、おーおーおー、もっと毛根刺激しろ、そうそうそう、毛根刺激するようなね引っ張る系のやつとかね、あの輪ゴムとかありますんでね、輪ゴムでこう結んでいただいて、はい、あマイクが入ってない、あれマイクがおかしい、こうあ
ちょっと斉藤店長喋ってもらっていいですか。ああ、はい、入りました、ね、はい、はい、お待たせしました。さあ、いや今頭髪蹂躙実行中ということで猛痕絶滅って言われてますけどね。はい、あ、ちょっと待ってください。ちょっとあのね、その間にクロちゃんが見事上様大当たりですわということで、いや、そら、はい、そらそうだろう、はい、そらそうだろう。まあ見事ね100ポイントゲットなんですけれども、マイナス1000ポイントということで、AT ゲットなんですけども、まあその前にね高刈りゲットしたんで、ボーナスこの AT は無効ということでね、マイナス1000ポイントとなっております。マイナス1000ポイント、マイナス1000ポイント、はい、はい、行けましたか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと待ってください。はい、ちょっと待ってください。はい、はい、頭髪罰ゲームこんなこんな感じで、ちょっと止まってもらっていいですか。はい、止まって、はい、近づきましたね。はい、リーグしちゃいましたね、これ。いやー、いいですね。だいぶ後ろ向きに刺激を受けてる感じですね、これね。いやー、いいですね。ありがとうございます。はい、こんな感じでね、じゃあ罰ゲームやっていただきましたので。はい。いやー、いいですね。いやー、オールバックね。見事なオールバックということでね。はい、ありがとうございます。気合いのありがとうございます、ね。はい、いやでもちょっと、はい、似合ってますね。いやーすげえ似合ってますよ、はい、本当に。ニコラスと呼んでください。ニコラス。はい、明日それでね お出迎えしたらいいんじゃないかなっていうぐらいね似合ってますんでね。ありがとうございます。はい、じゃあどうしますか、続きは、はい、どっちが、ね、店長が、うん、打ちますか。はい、おっと、なんかで、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これ100ポイントですね。ああそうですね。AT からすぐ。はい。100ポイントということでね。ちょっとね現場がかなり混乱してますけども、いやもうでも僕の引きじゃどうすることもできないですね、これ。いや素晴らしい展開ですね。さあボーナス確定図でこれは100ポイントですね。先ほどのと別にボーナス引いたということでね。じゃあマイナス800対400ぐらい、はい、そうですね、マイナス800ポイントと400ポイントということですね。ちょっと余裕ですね。余裕ですね。すいませんね、なんか本当すいませんね。あの、例えば月間で3000ポイントをつけられたら負けた方が何するんでしたっけ。頭ムレムレサランラップ1日勤務権を差し上げるという形になってますね。またね、えらいダメージ受けそうな、はいはい、ありがとうございます。頭皮にね、ちょっとね、あまり良くないかもしれないですけどもね、はい、そうですね、まあ、血行が良くなりそうなんで、はい、そうですね、はい、はい似合ってるハゲニコラスって言われますけどね。おめでとうございます。ありがとうございます。方がいいんじゃないと。お、青7ゲットってことおめでとうございます。さあ何でいきますか。あ、吉村ですね。吉村ビッグがお好きなんですか。いや、あの時間を考えてちょっと必死に。あ、なるほど、はい、なるほど。明日それで行こう、コロコロって言われますね。木本店長ダメ押しだ、うん、さらに薄いとこ行ってみようって言われますね、はい、私が、はい、あ、期待に応えてくれますから。もっとね、ダメ押しでね押していただくもよし、薄いところで盛り上げていただくもよし、はい、さあ、あ、残念、上乗せとくかも薄いところになってますね、気をつけてくださいね。はい、ダメです、はい、もう心が折れましたもん。ビッグボーナス中のね上乗せとかありますんで気をつけていただいて。いや、やってくれそうですね、はい、ヘッドスプーンブレイクダンスヘッドスピンって笑われてますけどね、はい、ニコラスっていいねって将軍ラッシュ早よって言われてますけどね。姫ビッグみたい、ハゲ頑張れ、ダメ押しで薄いところに盛り上げていこうぜって言われて心折れないでって言われてますけどね、大丈夫ですよ。さあ、マイナス800ポイント対400ポイントということでね、結構な、ね、差がね今日はねやっぱりついてしまいましたね。やりましたね、はい、まあ、高刈り出ましたね。俺もっと出ないイメージだったんですけどね。あーだね、まあね、3回 2回でしたっけしか打ったことないけど高刈りをねたくさん引いたという斉藤店長が自らね、さすが高刈りの男、
いやだから言ったじゃないですかいやだからそれねうまくかわしていただければいいだけの話なんですけどね、はい、嫌いですからね、はい、いや気合いは十分なんですけどね、まあまあね盛り上げていただくということでありがとうございますって感じですけどね、ああよかったそうやって、はい、ああ無邪カメラちょっとずれてますね、すいませんちょっと直しますね、はい大丈夫ですよ、こんな感じですかね。さあ、モザ店長はね、一転してノリノリですね、鷹狩りの男って笑われてますけどね、本当に。さあ、この7揃いは来ない、残念。展開的にも頭髪的にも斉藤店長の方が薄いのって言われてますけどそうですね、まあ、頭髪はね、まあ、体のことなんであえて言いませんけども展開としてはね、斉藤店長がかなり薄いところを引いたということでね、はい、そうですね、若干ですね、はい、モザ店長いいぞって言われてますけどねいやこれいいですね、両店のサポートの方がねこうコメント欄に来ていただいて両自分のね好きな店長を応援するというね展開になってますんでね、なかなか見応えのある感じになってますけどもね、さあ AT に復帰ですね、ボーナス終了して斉藤店長は確かに頭髪的にもモジャ店長よりかなり薄いですね冷静に冷静に言ってる人いますけどいやいや俺があえて言わなかったのにいや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 あいや この辺とか、はい、結構多いんですけどね、この横とか横とかね結構 ね、まあ、後ろとかね、はいはい、たくさんありますんでね、はいはい、まだまだ大丈夫ですよ、はい、そうですね、オールバックにするとやっぱすごい目立ちますね目立ちますね、おでことかね、やっぱりね、はい、店長、似合ってます、はい、詳しいわ黒ちゃんがね、似合ってるコールしてますけどね、上げ上げでもめっちゃ出る感じじゃないんすねということで、いやどうなんですかね、まあ、ツボにはまればみたいな感じなのかもしれないですけども、まあ、それよりも何よりも引きがーって感じですけどね、まあ、今チェリーで10ゲーム乗せた感じですかね、はい、そうですね、はい、まあ、この辺ね、レア役でどんどん乗っていく感じですけども、カモもう一回高上がりとか言っていただいてもいいですけど、いやいや、お腹いっぱいっす、お腹いっぱいっす、はい、クロちゃんわらわらって言われて、斉藤店長はいじっちゃいけないタイプの薄さって言われますけどねあ、そうなんですか、薄さによっていじっていいの悪いのがあるんですか、申し訳ない、俺ちょっと把握してなかった、そうですね、ちょっと深刻ですね、はい、そうですね、はい、あーだね、クロちゃん温度って言われます、これクロちゃん温度なんですか、これソータ大当たり、あのボーナスがストックされるんだったような気がするんですけどもね、ももちゃんはってやってますけどね、ももちゃんはね今ね横でねこんな感じでこっちで、はい、あのクロちゃんと2人でね、いやこういう店長持つと大変だよって言って2人でね、部下トークしてる感じですね、はい、この感じ、この感じ、あ、やばい怖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 い、はい、あ、やばい木本店長、ごめんごめん、木本店長も聞いてるの忘れてた俺、ごめんね、ごめんね、ももちゃん言っちゃった俺、ごめんごめん、顔赤くニコラス店長はおしゃれメガネできっとかっこよくなるって言われてますよ、あ、本当ですか、やってみます、クロちゃんもっと煽ってってスキンにしてって、スキンヘッドってことかな、あの丸坊主のその次の段階のあの反り上げるスキンヘッドにしてってやってますね、斉藤店長はいっそのことスキンにした方がほっといたれよって、余計なお世話だよ、いや、まあ、僕もちょっと思ってる、これ上乗せとか、あ、上乗せとか、あ、いやこれ上乗せですかね、通常の、あ、20ゲームですね、薄いとこもう一髪、いやいやいや、もう一髪って単位がちょっとよくわかんない、ももちゃん笑顔が素敵だーって言われてますね、あーっと、あー、カモンですね、カモンばっかり来ますけどね、あー、髪髪が青だとやっぱりちょっと厳しいですね、そうですね、さあ、ハゲスキンヘッドって言われてますけどね、斉藤店長がスキンヘッドにした日は出してください出玉をってどんなイベント示唆だそれダメダメそれちょっとあのそこまで体合わせなくてもいやいやいや
なんかね、4号機時代にね、なんかいろんなイベントの、資産みたいなのがありましたけどね。あ、今日店長がスキンヘッドだから暑い日だみたいな。ダメだからそういうのね。そうですね、ちょっと1年に1回ぐらいしかできないですね、はい、いやいや、ね、まずやっちゃダメだからね、そういうのね、今ね。ダメですよ、そういうのね。面白いけどね、想像したら。まずみんなオープンしたら店長の髪型見に行くみたいな。あ、やべえ、今日スキンだ、やべえ、並ぼうみたいな。それやってって言われたからできないって、だからスキンヘッドの日とか面白いですけどね。さあ、時間がだいぶ迫ってまいりまして、あとシダ時間としては5分少々と、はい、いう5分、あ、もうちょっといけるか、8分7分ぐらいですね、はい、になったんで、もうそろそろラストスパートをかけていただければというところですけども、さあ、すばらしかった。元店長、超広角いきますけど、もう1本いきそうですね、これ行って点差つけたいところですけどもね。そうですね、はい、多分行きますね、多分行く、はい、確信がある、この流れは、流れは、はい、あー、なるほど。もう終わるのやだって言われてますけどね、ありがとうございます。気持ち悪い。いやー、すごいでかかも。さあ、超広角をマックスベット、おー、チャンス、ざわざわしてますね、これね。もう一発なんか引けるかなーってとこですけども、さあ、悪者。そこを触るのは何なんですか、おまじないなんですか。あー、こいつが出てこいとね、弱いやつ、あー、サスケということで、あー、一番強いサスケですけどもね。あー、まあこれはない感じですね。あー、残念。点差点差、いけいけ、こい、池本チーム、こいって言われてたんですけど、残念ながらサスケに秒殺ということでね。はい、すいません。斉藤店長は調子よくエティ続いてる感じですけども、そうですね、はい、点差にはあんまり関係ないんで。そうなんですよね、これ AT が続けば続くほど不利になるというね感じなんですけれども、なんか熱いですね。お、薄いとこ、あー、広角ですね、通常広角、これでね、もう一回高刈りとか入れていただけるとね、あれがいっぱいっす、はい、ありがたいんですけどね、高刈りの男ということで。まあ、AT は寸胴 2.8 枚ということで、やっぱりどうですか、斉藤店長、これハマると結構出玉スピードある感じですよね。はい、全然ありますよ、はい、まあ、結構ねハマったような映像には今日はなってしまったんですけれども、熱い。さあ、残り1ゲーム降格ですが、ボーナス取れるか。お、お、見事ボーナス。お、成功報酬、大当たりじゃということで、はい、ありがとうございます。これも結構薄そうですけどね、今のカットインとか映像も。これは、これは十文字赤でいただきですね、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、あ、もざき元店長は残念ながら剣部緑まで行ったんですけど解除できずということで、さあ、ボーナス確定ということで、おめでとうございます。マイナス700ポイント、あ、チャンメですね、それ、あ、チャンメ、はい、ボーナスゲットということで、神津島店がマイナス700ポイントになっております。これなんか嫌な感じしますよ。おっと、来た、高狩り来た、あ、高狩り、いや、来るじゃないですか、これ可能性ありますよね。あります。あ、でも成功報酬がなんかこれじゃない、剣舞とカモンですね。高狩りの男、ニコラス斉藤店長って高狩りもう一発って、高狩りニコラスって言われますけどね。薄いね、さっきのカットイン薄いでしょ、薄い薄いってみんな言ってますけどね。勘弁してくださいもん、勘弁してくださいもん、薄いと言われてますけどね。頭に免じても言われてますけどね。
この吉宗出玉は早いけどあんまり伸びる気がしないんだよなということで、ああそうなんですかね。さあ黄色まで来ました。もう一段階行きたいとこですが、俵は空が、あ揃った、あ緑いいですね。あー残念、解除失敗ということで通常ですね。木本店長気をつけてって言われてますけどね、薄いとこ引かないように気をつけてくださいね。いかがしますか、はい、さあ本日はね見事もじゃ、あすいません、さあ斉藤店長が高狩りを引いてマイナス1000ポイントということで、現在そこからまあ盛り返してマイナス700ポイント、もじゃ木本店長は大当たりをコンスタントに重ねて400ポイントということでね。さあ大盤振る舞いが今10ゲーム乗せて再開って感じですか。そうですね、はい、うわー当たらないということで、ニコラス店長もう一発高狩りいっとこうということで、ニコラス完全に名前がニコラスになってるんですけど、これあだ名が完全にニコラスになってますね。もう一発高かっとこうって言われて言われてますね。さあ残り3ゲームで AT はどうですかね。さあ残り1ゲーム、さあ最終、ああ終了ですね。お最後一応いきますけどサスケということで、これは厳しいか。あー残念、はい、さあ103ゲーム、413秒で終了ということで、まあ、結構伸びましたね AT 自体はね、まあ、そこそこ伸びた感じですけども、まあね、さっき言われたように出玉スピードは速いんだけどあんまり伸びないような気がするって言われてましたけどね。どうですか斉藤店長。そんなことないですけどね、まあ、伸びるときは本当そうですよ。そうですね、はい、はまるときはねそのボーナスと AT のループがね、はい、あの気持ちいいぐらいどん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 こう回っていく感じですけどもね。これ勝ったら薄かったのになって。そうですねサスケとの対決ね勝ったらね、いや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 相当薄いっていうね感じですけどね。やめてみたいな、はい、残念ながらサスケとの対戦は負けてしまったということでね、厳しい台だなーってこう、まあまあ台というか展開というか引きというかね、今日はちょっと厳しい展開になってますね、はい、なっております。さあどうしますかね、そろそろお時間というような形なんですが、わ、はい、かりました。切りのいいところでじゃあこれが終わったらで、そうですね、じゃあ降格、はい、今モザー店長入ってますんで降格抜け結果でどうしようか決めるって感じでよろしいですかね。今日の差は1000ポイント超えということで、そうですね来週でさらに1000ポイント超えのポイント差を上乗せだって言われてますね。木本店長ファイトって言われてますね。ありがとうございます。いや木本サポーターがいらっしゃるみたいですね。ありがとうございます。お外行きました3回目、あー残念。では終了終了、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、はい、じゃあね最初の位置立っていただくということでお願いいたします。店長ってプライベートでも打つのって言われてますけど、プライベートでも、はい、じゃあ打ちますね。あ、もじゃ斉藤店長、あ、ふさ斉藤店長は打つ、はい、木本店長は、あ、全然普通に行きますよ。あ、打つということでね、はいはい、僕何ポイントでしたっけ、マイナス700ポイントですね。マイナス700ポイントと400ポイントという形になっております。本日のポイントにね、いやまだまだ書かない、まだ書かない月刊は。木本店長もえーって言われてる。そうなの燃えんの、これを見てもです。なるほど、まあ、その辺に燃えてらっしゃるんじゃないですかね。あ、ありがとうございます。僕のなんか、うん、はい、マニアの方はね、はい、
疲れ様ですということで、さあじゃあポイントを見ていきましょう。本日どっちからいきますか。あ、本日、はい、私から。あ、じゃあもじゃあ木本店長、はい、ART1 回、はい、ボーナス3回、はい、計400ポイント、400ポイントということで、はいはい、月間1000ポイントだったんで、じゃあ合計で1400ポイントですね。はい、あ、じゃあそこ1400にしといてもらっていいですか。あ、はい、はい、合計でね、はい、そして、はい、さあ本日ふさ斉藤店長、はい、神津島店、はい、ボーナス2回、はい、ART1 回の、はい、高狩りですね。高狩りでマイナス1000ということで、はい、マイナス700ポイントということで、月間で言うと400ポイントですね。ありがとうございます。はい、じゃあそこをちょっと400っていうふうに書いとってもらっていいですか、月間のところね。はい。はい、ということで、じゃあちょっともう一回見えるようにね、あの並べてちょっと止めて、あ、そうですね、はい、吹田店長もじゃ木本、本日400ポイントで月間が1400ポイント、はい、神津島店長ふさ斉藤が本日マイナス700ポイントで月間で400ポイントというような形になりました。はい、はい、改めてじゃあちょっと月間賞もう一回見ていきますかね、軽くね、はい、3000ポイント以上の差をつけて月間、勝利した店長には高級育毛剤、5000ポイントで2000本植毛券、1000ポイント、あ、1万ポイント以上で高級ヘッドスパ付き、豪華海外旅行、はい、逆に、3000ポイント以上の差をつけられた店長には頭皮ムレムレサランアップで1日勤務券、はい、5000ポイントの以上差をつけられてしまった店長にはブレイクダンスヘッドスピン挑戦券、熱いな、はい、かっこヘルメットなし、あ、1万ポイントの以上の差をつけられてしまった店長には高級エステ無駄毛にさようならコースレーザー脱毛をプレゼントということで、はい、ありがとうございます。ぜひね、頑張って、ポイント、ね、差をつけていただいて買っていただければなというふうに、ね、なってます、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあ感想を聞いてみましょう。もじゃ店長どうでしたか、吉宗。いやー、ちょっとハマりがちょっときついですね。そうですね、結構ハマりましたけどね、はい、はい、見ていただいている方がちょっと暇な時間があったかなと、はい、はい、で、あとはうちの、はい、名物役職に、はい、あの紹介できたので、はい、ちょっと良かったなと。なるほど、はい、ももちゃんがね、ももちゃんが大活躍してということで、はい、はい、まあ、ボーナス引いた瞬間取って代わられるというね、はい、厳しいね、サラリーマン社会の、ね、厳しい現実を見た感じがしましたけどもね、はいはい、じゃあ、ふさ斉藤店長、はい、どうでしたか。まあ、ちょっと、うちの不甲斐ない、はい、クロちゃん、クロちゃん、クロちゃんのせいじゃないからね、はい、まあ、クロちゃんが引けなかったのもありますけど、見事に一番の原因はいいタイミングでバトンタッチができたんじゃないかなと。そうですね、はい、高狩りのために台を、なるほど、はい、あそこからの高狩りですね、はい、高狩りのために台を温めておいたということで、ね、感じですかね。いや、前振り長かったですね感じでね、見事、すみません、もうちょっとくっついていただいて、はい、はい、はい、みんな、はい、入りましたね、はい、そんな感じでね、はい、こんな感じで見事本日ね、罰ゲームマイナス1000ポイントゲットということでね、はい、高狩り引いてしまったということで、はい、ありがとうございました。番組的に、ね、盛り上げていただきまして、はい、ももちゃん笑顔が素敵だ、ももちゃんってなんか言われてますね、はい、1000ポイント差高狩り様って言われてますけど、クロちゃん髪の毛があるからなって話言われてますね、そうですね、本当にね、いや、すいません、はい、すいません、ちょっとうちに薄そう、まあ、はい、はい、感じでね、はい、わかりました、はい、ということで次回は、今回ふさ斉藤店長が負けてしまったということで、次回のオープニングで、ふさ斉藤店長に罰ゲームをやっていただいてからのスタートと、はい、ような、ね、そういうことですね、形になりますんで、はい、またね、はい、2連続、はい、2連続でね、罰ゲーム聞いたらもう2回連続確定ですか、これ。そうですね、はい、感じになりますんでね、はい、また次回ぜひ何かね、罰ゲームグッズご用意させていただいてね、新しいね、髪を頭皮を蹂躙するグッズをね、ご用意させていただいて、なんか面白いことね、はい、やっていければなと思ってますんでね、はい、ぜひまた来週土曜日、はい、放送しますね、ぜひ遊びに来ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、来週は、今回神津島だったんで、また吹田からはい、はい、キコナー吹田店の方から、お送りするというような形になりますけども、はい、はい、機種はまだわからない感じですか。その時発表ですかね、はい、当日発表みたいな感じでよろしいですか。そうですね、わかりました、まあ、じゃあなんかね、スロット吹田店たくさんいろいろな機種ありますんで、はい、その中からぜひね、自分が勝てる機種ね、面白い機種を選んでいただいて、はい、斉藤店長また乗り込んでくると思いますんで、はい、帰り討ちにしていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、斉藤店長はじゃあね、来週吹田店の方に来ていただいて、はい、はい、またあれですか、
クロちゃん連れてくる感じですか。いやちょっともう無理っすね。あ、クロちゃんはもう、ね、もう無理っすね。クロちゃんはもう連れてこないということで、来ないですね。あ、そうなんですか、わ、はい、かりました。じゃあね、またクロちゃん残念ながらもう ね、今日やる気満々やったんですけどね、はい、はい、でした残念ながらね、結果が伴わなかったということでね、はい、はい、まあそういうこともありますよね、本当にね、はい、やった楽しい面白いって、ももちゃんめくれてるって言われてますけども、なんでめくれてるって、どういう意味なんですかね。あ、口ってことですか。そうですね。あ、コロコロやろうって言われてますね。コロコロいいですね。カーペット掃除するやつありますね。コロコロご希望されたということでね、じゃあちょっと用意してきます、ね。いや、コロコロ用意してね。それ、はい、あれですよ。両親痛みますよきっと。うん、そうなんですか。はい、まあ、でもね、ご要望なんでね、お客様あっての聞こうなということで、ね、あ、そうですね。はい、はい、ね、ご要望あれば、はい、ご用意させていただきたいなと思いますのでね、ぜひまた来週も、土曜日の深夜12時から放送スタートになりますので、ね、はい、遊びに来ていただければなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、明日はお休みで、次は月曜日ですね、スロー戦設定カンパーバトル豊中激闘編ということで、豊中南スロット館の方から、設定カンパーバトルをお送りしますので、また月曜日の深夜12時になりましたら、気候のチャンネル見ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで土曜日の放送はこんな感じでお送りさせていただきました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。